シュートボクシングガールズトーナメントガールズエースカップ2009準決勝2分3ラウンドを行います。青コーナー空手道全道会小金井道場石岡沙織。赤コーナーシュートボクシング及川道場えーなーレフェリー鈴木武雄。やーワンはいはい、しっかり見てしっかり見てはい、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 2! はい、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 はい
3ラウンド20秒セコンドからのタオル取るによりまして赤コーナー及川道場レーナー選手の TKO 勝ちでございます。ただいまの試合赤コーナーレーナ選手の TKO 勝ちとなります。よってレーナ選手はトーナメント決勝戦進出となります。